細川家住宅は、香川県佐抜市にある国の重要文化財の民家である。佐抜市の田和地区は、江戸時代前期の寛永年間まで北有と呼ばれていた。この地は、佐抜で生産された塩を指導から泡に運んでいた街道沿いにある。細川家は代々この地で居住した農家である。この古民家は1966年5月の民族調査で発見された。 江戸時代中期の18世紀初頭の建造と推定されている。母屋、なや便所、なやの各棟がある。も屋の間取りは、土間、土座、座敷の横3間取りで構成されている。土間は庭と呼ばれており、かまど、大かまど、カラウスがあり、ここで食事が作られていた。土座は、土間の上に小座を敷いた居まで中央にいろりがあり、家族の団らん、食事、 来客の接待に使用されていた。座敷は床が竹でできており、その上に小座が敷かれている。座敷の北欧には向かって左から床、仏壇、物入れが配されている。柱は栗材で軸部には一部で松材が使用されている。屋根は寄せ棟のかやぶきで下まで吹き下ろしたつくだれ形式である。壁は土壁となっており、西側と北側には 開口部がない。1971年6月22日指定。1977年に解体復元修理が行われた。母屋の規模は下記の通り。ありがとうございます。